こんにちは、心理カウンセラーの高村です。今回は忘れたくても忘れられない記憶がありますというご相談へのお答えです。忘れたくても忘れられない記憶っていうのはすぐに忘れる記憶との違いがあります。それはその記憶に感情が伴っていることです。強い感情を伴った記憶っていうのはなかなか忘れられません。で、こういった記憶を忘れる一番簡単な方法は、その時のことを思い出しながらその嫌な感情をしっかりと味わうことです。忘れられないっていう時は、思い出されてきて嫌な感じになったらそれを向き合いたくないので打ち消すということをしてしまうんです。その結果ずっとそれが繰り返し繰り返し戻ってくるということになるんですけども、向き合うことができればその感情というのは徐々に解消していきます。ただ注意点がありまして、もし思い出すだけで強烈な感情が出てきてあまりにも苦痛でパニックになってしまう、時として過呼吸にすらなってしまうっていうぐらいのものは、これはご自身でやることはお勧めしません。専門家と一緒にそもそもそこを取り扱うかどうかっていうことを判断してもらいながら対応してもらうっていうことが大事になってきます。ただちょっと思い出したらかなり嫌な気分だけど耐えられなくはないっていうぐらいでしたら、しっかりとただ見つめる、味わうということをすれば抜けていきます。で、ご自身でやる時のポイントとしては、その時に原因探しあるいは自分を責めるということをそこに加えないということです。これ意外と難しいです。あ、これがあったからこうだったんだっていうふうにこう頭で原因探しをする、あるいは自分を責めるということをすると、これはそこの作業をやればやるほど調子が悪くなってますます頭にこびりつくようになってしまいます。あとはこれを四六時中やらないことですね。ある程度時間を決めて1日に行う回数も決めてほどほどにするっていうことです。もう1日中やってるとかっていうのはこれはやりすぎです。1日にマイナス感情を処理できる量っていうのは決まってますので、そんなにたくさん一気にやっても限界を超えます。20時間筋トレをやっても意味がないのと同じですね。できれば30分とか長くても1時間とか、もう時間を決めてそれ以上は行わないっていう中でじっくりとただ浸る、味わうということをやってみることをお勧めします。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。